はいどうも、てるです。本日はカウズ UT コラボの紹介です。毎週のようにコラボをしている UT が、今回はなんとカウズとのコラボレーション。プレスリリースの情報によると、ポップカルチャーの巨人カウズの国内初大型展覧会カウズ東京ファーストのための特別なコレクションカウズ UT を発売します。2016年から3年にわたり大きな話題を集めたカウズと UT とのコラボレーションが、展覧会をきっかけに再び実現します。3年前に争奪戦が繰り広げられたカウズ UT、 今回はどうなるのか気になるところですね。軽くカウズの説明をしますと、カウズは美術館やアートギャラリーでの定期的な展示という枠組みを超えてオーディエンスを魅了する。彼の作品は絵画や壁画をはじめ、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、ストリートアート、大規模インスタレーションに至るまで多岐にわたる。過去20年以上にわたりアーティストとしての機敏さや内に秘めるウィット、反逆心、そして今の時代への愛情を敏感に表現した作品を発表し、輝かしいキャリアを築く。彼の洗練されたグラフィックは大胆な動きや遊び心あふれる複雑さを交えてアートワークに息を吹き込む。日本との関わりも強く、1997年に東京を訪れ、東京のサブカルチャーシーンに触れてストリートアートプロジェクトにも携わり、2019年に富士山の麓でホリデージャパンが開催され大きな話題となる。そして今回も展覧会カウズ東京ファーストを開催します。この展覧会をきっかけに今回の UT が再び実現したということですね。カウズ東京ファーストは21年7月16日から10月11日の期間、森アーツセンターギャラリーにて開催します。カウズが気になる方、好きな方は要チェックです。ユニクロは本当にいろいろなブランド人物とコラボしていて素晴らしいですよね。今回のカウズ UT コラボ、アイテム数は少ないんですが、カウズらしさがある伝説的な UT です。カウズを初めて知った方もユニクロ価格で手軽に買えておすすめです。それではカウズ UT を見ていきましょう。まずはコラボレーション概要です。2021年7月30日に全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて発売。全店舗展開であれば3年前ほどの争奪戦は起きませんね。生産数も多いので比較的手に入りやすいと思います。ただ特徴的なデザインなので人と被るとすぐにわかります。そのあたりはあんまり気にしない方の方がいいかもしれません。また7月16日より開催されるカウズ東京ファーストにて先行発売されます。転売ヤーが買いに来る可能性がありますが、2週間待てば普通に手に入ると思いますので焦らずに待ちましょう。1、2ヶ月すれば1日に1回は来ている人を見るぐらいになると思います。そしてデザインについて、本コラボレーションはカウズ東京ファーストのために特別にデザインされた全7種のカプセルコレクション。カウズの代表的なキャラクターであるカンパニオンや展覧会ロゴが大胆にデザインされた UT やトートバッグに加え、大人と柄がリンクしたキッズ UT を発売します。それでは数は少ないですが商品を見ていきましょう。カウズ UT グラフィック T シャツ、半袖レギュラーフィットです。3種類のプリントで計4色あります。まずはこちらのプリント、カラーはダークグレーでお値段が1500円です。カンパニオンが座り込んで目を塞いでるプリントですね。今の世界情勢を悲しんでいるのか病んでいます。カウズらしいダークな感じで考えさせられるデザイン、ボディカラーのダークグレーとカンパニオンのプリントがすごくマッチしています。陰影があり立体感があり、グレー系の配色で素晴らしいです。遠くから見ると頭のてっぺんが目立つような感じですね。やはりこちらのプリント、カラーが一番人気になりそうです。こちらのアイテムのオンライン特別サイズは即完売しそうですね。狙っている方はオンラインチャレンジをしましょう。店舗展開サイズは全国展開なので比較的手に入りやすいと思います。次にこちらのプリント、カラーはホワイトでお値段が1500円です。カンパニオンが倒れています。大丈夫ですかね。やはりホワイトのボディになるとグレー配色のカンパニオンとそこまでうまくマッチしません。悪くはないんですが、先ほどのダークグレーとの相性が良すぎですよね。左袖にはカウズ東京ファーストのロゴが入っています。この文字の本当はおしゃれですよね。ちなみに先ほどのダークグレーにもついています。ホワイトはダークグレーに比べると人気は高くないと思いますが、やはりオンライン特別サイズは早めに売り切れると思います。オンライン特別サイズが欲しい方は発売日に早めにゲットしましょう。次にこちらのプリント、カラーはブラックとレッドの2色展開でお値段が1500円です。こちらのプリントデザインはカンパニオンは登場せず、カウズ東京ファーストのロゴのみになります。先ほどのダークグレー、ホワイトの左袖に入っていたロゴが前面に大きくプリントしています。個人的にはシンプルでフォントデザインが良くいい感じです。こんなシンプルなデザインなのにカウズらしさが出ているのはさすがの一言です。ブラックボディに白文字、レッドボディに黒文字、
味、どちらもいい感じです。どちらを選ぶかは好みで選びましょう。こちらも XS、XL サイズ以上のオンライン特別サイズは発売日にオンラインで完売になりそうですね。 S サイズから L サイズの店舗展開サイズは店舗で手に入りやすいと思います。店舗によっては XL サイズを置いている場合もありますので、それをゲットできたらラッキーですね。最後にこちら、カウズキャンバストートバッグです。カラーはオフホワイトで、お値段が1990円です。これはオンラインでは即完売しそう。ただ店舗展開が全店舗展開になれば、逆に数が多くなり敬遠しそうな方も出てきそうですね。オフホワイトのボディにグレーのカンパニオンは相性がいいです。これだけの数のカンパニオンが病んでるプリントはちょっと不気味な感じがしますが、カウズの世界観が出ています。内側の内ポケットにはロゴが入っています。ボタン式で開け閉めできます。個人的にトートバッグはチャック式よりボタン式の方が簡単にアクセスできてありがたいです。サイズは横38センチ、縦 36.5 センチでちょうどいいサイズ感ですね。思ったより大きくない感じです。ユニクロのキャンバストートバッグはしっかりとした生地で頑丈でおすすめです。あとはキッズ展開があります。こちらの2種類の T シャツのみです。今回レディースの展開はありませんが、サイズ的にメンズでも着れますし、華奢で小さい方はキッズサイズも選べます。キッズサイズは100から160サイズまであります。160サイズであればいけそうですね。メンズの XS サイズはオンライン特別サイズで、レディースで狙う方が多そうなので争奪戦が起きそうです。発売日の7月30日午前中にはゲットしておきたいところです。以上がカウズ UT コラボを紹介しました。やはりカウズのデザインは一線を画すデザインで素晴らしいです。好きな方にはたまらないコラボだと思います。しかもユニクロ価格で買えるので本当に安いですよね。 UT はいろいろなコラボがあり、夏の T シャツスタイルにうまく融合します。 UT は好みのプリントデザインを選べばいいかなと思いますね。個人的には古着のロック T を選ぶ感覚に似ています。これだけの数のデザインがあり、しかもデザインセンスもいいので最高です。古着と違って新品でしっかりとした生地で、これを着倒していって自分なりの古着に育てていくのが最高です。発売日は7月30日金曜日に発売です。全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて発売されます。大きいサイズを狙っている方はオンラインで頑張って購入しましょう。オンラインでしか発売されないサイズはさすがに争奪戦が起きると思います。 S から L サイズは全国展開なのでユニクロ店舗に手に入りやすいと思います。ただ商品ページの最後に店舗詳細が記載してあり、すべての UT 商品が揃う店舗はオンラインストアと UT フルラインナップ店舗ですと記載があります。リンクを飛ぶと全国ではないので、これは今回発売のカウズと関係あるのか分かりませんが要チェックですね。発売日に大きいサイズがゲットできるかオンラインチャレンジをする予定です。一緒に発売開始をライブで待ちましょう。またユニクロの新作が出ましたら速報動画を作りますのでよろしくお願いします。皆さんお得にコスパの良い買い物をしましょう。それではここまで見ていただきましてありがとうございます。この動画の情報画像はユニクロ公式サイトより出展しています。今後もいろいろな動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録とインスタの登録、この動画が良ければグッドボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。